よし、やっていきましょう。パサデロサーディアルっていう Steam で配信されているホラーゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによるとなんかいるね。なんかゴミ箱で人形を拾ってしまったなんで拾っちゃった？欲しいと思ったのかな。まあ、とりあえずね、早速やっていきたいと思います。ニューゲーム。あ、これちょっと、あ、これ自分かな、主人公かな。あ、なんか、あ、なになになにね、どうした、ワンちゃん。うわぁ、なんかでかい人形があるんだけど。いや、でも見えてないな。待つといいな。いや、ここに何かいるぞ。なんすか。ああ、乗り移った的な感じか。で、始まった。タブでダイアリーか。これ読めんのかな。いや、今はないか。で、なんかずいぶんビビッとな濃い色合いですねビビッとカラー。あ、え、何かあ、何かあるね。一応なんかコントロールキーでしゃがみで走ったりできるけど、ズームないか。これちょっと読んでみようか。これか。ワーニング。あ、これ何語だろう。ポルトガル語かな。ああ、持っていかない方がいいみたいな。で、持ってっちゃったんだ。で、フラッシュライトはないね。濃い。ちょっと、めっちゃない。え誰？ What？ 誰？あ、人形じゃなくて。誰かいる。で、この、え？なんかタイトル画面にいた女の人いるぞ。そして濃いえ、これ大丈夫？おびっくりした。何よ、なんか割れたな。ちょっと明るい、ちょっと眩しいけど、なんか監視カメラ動いてんだけど、開かない。下か？ってか、もうないか。フラッシュライトがないんだよね。下行くしかない。なんか動いてる。おお、びっくりした。え、こっちから入ってったぞ。いないよね。ここか？ダメだ。じゃ、下行ってみるか。いや、怖いな。誰かいる？暗っ。開く。あ、テレビか。止めて、なんだろう。何にびっくりしたんだろう。俺見えてなかったよ。誰かいる？ああ、この家、もう5、6回目です。ホラーゲームで5、6回目でございます。あ、え？動かないで。夜中か？
開かない。また2階に行ってみよう。開いた？今どこ開いた？ここじゃない、別のところ開いた。なんか君わってきそう。おお、ビビるこれ。どうしたの？どうしたの？なんかすんごい形。What's going on? え、え、まったあ、あ、どっちだ？生き返らせようとしてる、それとも…あで、赤ちゃんが…これテレビだった。あ、いる。お前どうした？何食べてんの？ちょっとなんかすげえ置いてけぼりなんだけど、大丈夫？みんなもついてきて、みんなもちょっと頑張ってついてきて。で、何よ、あ、一旦人形を探すと。てかここどこよ、ちょっと暗くて見え、暗い暗い暗い。一旦開けて、こっちかじゃないの？ここじゃないんだ。で、本当に濃いっすね。見えない。ちょっと編集でいい色味にするかもしんない。見やすい色味にするかもしんない。楽。ああ。で、2階か？あ。お前。でかいでかい、でかくなってる。お人形さんの赤ちゃんでかくなってる。もっと、なんだろう、あの女の人は何なんだろう。で、へへへと。なんかウォーキングシミュレーターって感じ。あ、暗い。ちょっと待って、暗いぞ。なんか懐中電灯とかないか。一旦中に入るか。これなんだ。いや、行くしかないか。あ、これか。これなんだろう。いや、これは取れない。てか見えない。ここじゃないか。開かない。ここ。上あった、3階ある。今入れる、今誰かいた。すんごい、すんごいな。お前が、お前が、 OMG、 What's going on? なんすか。なんで殴られた。物理でした。物理。あ、という夢。いたな。今いましたね。あ、あの女の人か。あ、あ、あ、なんかちょっとめまいが。で、いる。いる？もしもし？いますか？あ、何？開かない。こっちか？うわ、なんだ、いる？うわ、うわ、うわー、でかい。やめて、やめて、何も動けない。近近近近、ちょっと体力、体力。何してる？開かないぞ。あ、で、自由に動けて、やっと自由に動ける。行きます。あ、何、開かない。何かあるか。トイレ、ここお風呂場だよね多分ね。あ、これか。あ、懐中電灯あった。 Better get a flashlight before I leave. うん、フラッシュライトで。うわ、いる。てて、I wanna wake up. やめて。
The hell was that? すごいなこれ。なんかすんげえなこれ。いる？あ、いる。Who's there? もしもし？音。I think I'm losing my mind. もうなんなんすか。すんげえなこれ。まあ、取っていくか。誰かいるな。お前が。お前が。お前が。相手いるか。いないね。ここはいないか。うわ、あ、びっくりした。上だ。いたわ。またいる。で、ちょっとこれ気になる。ああ、女の人もいる。体力減ってる。で、これさ、これ薬だね。うん。これ体力回復する系なんだ。うん、で、これ、バカライトイヤーじゃない？バズライトイヤーじゃなくて。これ鍵だ。うん、鍵で、あとあるかな。あ、ダイアリーアップ。うん。これはね、やり方は知ってるんだ。この、ホラーシステム。ホラーゲームのシステムだと、このね、右クリックをしながら使うと。で、ここが開かなくて、ちょっと一旦上に行こうかな。多分ね、すぐそこのドアで鍵を使うんだと思うんだけど。もしもし？すんごい顔。もしもし？あ、消えた。あ、こっちで正解かも。すげえな、3階あるよ。これ何？何この鳥？ああ。今ね、わかるかな？くちばしが見えてなくて、なんかすんげえ顔の、なんか蛇かなと思ったら、これ普通に、あれかな？ガン？カモ？アヒル？白鳥？なんか全部言っとけばいいみたいな。あー、ここロックか。これはキーカードか。鍵じゃなくてキーカードだから、こっちの可能性もあるね。そしたら、これを、あー、これじゃないんだ。これね、ここで使えるところで右クリックをして、左で使うと。で、合ってないからダメ。やっぱ下かな？あの女の人何なんだろう？で、ここか？やっぱそうだ。うん。来る。来るぞ。ここに何があるんだ？カードキーとかありそう。また、まただよ。あ、いる。いる。あ、はい。女の人？どうしたの？お前。ああ優しくして。おほほほほ。今のすげえ。今の見ました？今のすげえ起き上がり方で、これ何なんだろう。体力大丈夫かまだ。で、これなんすか。これ触って大丈夫か。あ、大丈夫だ。大丈夫だってどういうこと。ちょっともういろいろ突っ込みどころが多いな。あともう、あの、すぐいろんな展開があって、楽しいよね。まあ何も展開がないよりはいいんだけど、展開が、あの、昔のお化け屋敷並みに多いから、すごいもう疲れます。え、つか、次どこだろう。知ってます？バカライトイヤーさん。もう一回上に行ってみようか。多分ダメだと思うけど。開いてる！ここ開いてる！さっき開かなかったよね。あ、ここにいそう。あ、出た。はてなはてなはてな。はてな。おうおうおう。
くれると、ありがとうございます。あ、おもし、もしもし。どこどこどこ、いた。あー、すごいな。一旦回復しとくか。うん、あと2個あるし。あ、いる、いるぞ、赤ちゃんいる。もしもし。でかいんだよな。で、ここで使います。右クリックで左と。どういうこと、この家で何が行われてんの。そして開いて、ここなんだ、ただの倉庫じゃない。これ何かあるか。あ、アイテム、鍵とかある。ちょっと濃すぎて、明るいとか暗いとかじゃなくて、もう濃すぎです。濃すぎさんです。あ、あったあったあった、鍵あった。ちょっと明るすぎて分かんなかった。で、これどこの鍵。あ、そこか、そこだ。もう教えてくれてる。いやー、勝手に開いたわ。こっから出てきた。ダメージは減ってないね。なんすかなんすか。え、あ、ワンちゃん。あワンちゃんはあれでしょ、自分の飼ってるワンちゃんでしょ。何ビビってんの。あ、ここに閉じ込められてて、急に出てきて、あ、びっくりしたみたいな、お前かみたいな感じなのかな。で、ここの部屋何なんだ。あ、インコ、いや、オウムかもしんない。ここに何があるんだ。一応鍵はあるね。下か、なんかミシンとかあるね。ミシンで何か夜鍋してた。一旦出るか。出て鍵使いところ探そう。こっちか。ここじゃないね。うどうした。もしもし、パンツ見えそう。え、なんで消えた。そこはうじゃないんだ。うじゃないって。ここは開いてるか。あとどこだ、これなんだ。帰るよ、帰っていい。ああ、なに、あれテレビないじゃん。ここか、ここの鍵か。行きます。ここだ。うわー、ち、うおお、なになになに、ブタブタブタ。もしもし、大丈夫。もし、あー、で、頭を撫でるんじゃなくて手に取ると。あ、え、あ、え、あ、あ、あ、どうした、なんすかこの豚は。これを、うん、触ってももうダメだ。で、この豚さんも、何？ここ2ケアでした。あ、右クリックで、取れる。そういうことか。そして、これを、どうする。あ、ちょっと待ってね。なんか書いてある。火だ。火に、投げるんだ。下だ。下の暖炉。多分ね、下だったよね、暖炉。すぐそこら辺になかったっけ。あれだ、こっち、これ、ごめん、燃やします。やっぱり。
前が。うわ。いや、キモいキモいキモい。ちょっとかわいそう。顔に。床に顔をうずめて。あ、で、またその霊が？霊が自分に乗りつったらやばいんじゃない？どこ行く？あんたを成仏しないとダメだよ。どこ行った？懐中電灯の電池が欲しい。どこ行った？お、あ、いる。女性。あ、かわいい。美人さん。もう結婚しちゃえばいいんじゃない？うわぁ、来た。怖い。やめて。顔、やばい。なんでな、その音ダメだって。お前が。え、なにここ？ここなんすか？え？まさか。まさかアトラクションが。うん、分かってるけど、まさか。これ死ぬんじゃない？死んでみたいけど。いや、え、これも、これはどうすんだ？これダメージくら、あ、これか。これをでやって、うん、火が出なくて、あ、これはジャンプか？ I need to find a way to activate this elevator. エレベーター？エレベーターがある。これ。エレベーターはないよね。だからここを普通に行きます。届かない。あ、やばい、死んじゃう。やばい。あ、死ぬ。ここなんかダメージ食らう。死にます。何かあるか。あと何かある？持ってる？あ、え、なんだ、今のなんだろう、今なんか勝手にこう視点が、あ、これだ。最初にあった、これ。何これ。これだ、レバーないと。ただこれで死ぬ可能性がある。せいで行くんだ、多分。これでどうなった？うわ、埋まってる。これ関係なかった。そして、あー、なんか関音系怪しいな。これ誰かいるんじゃない？あ、音。え、どうしたなんかここに誰か、なんか骨壺みたいなのがあるな。奥だね。これは関係ないな。奥だな。ああ、またレバーある。さあ、来い。うわ、そこか。これごとだった。なんか扉かなと思ったら。何この魔法陣みたいなの。That doesn't seem to belong to this world. なんつってた？何？ドモホルリンクルって言ってた。ここにはいないか。ああ、あれ赤ちゃんじゃない？女性の遺体っていうよりは赤ちゃんの骨だ。うわー、 What the hell is that? ちっちゃいよね、だって。え、ああ、
これ入れんのかな。多分これを入れるんだ。で、これをまた右手で持ってってこうでいいか。あ、入った。ああ、いや、赤ちゃんじゃなかった、女性だった。美人、美人さん。あ、嘘、蘇った。どういうストーリーなんだろう。女性が産んだ赤ちゃんか。あ、で、俺の相棒シェパード。ああ、ちょっと、ちょっと待って、危ないよ。 Let's get out of this freaking place. ワンちゃん、危ないって。あ、なんで消えた。そんな、そんな、なんで急に終わった。すげえな、これすげえ、なんかね、すごいっす、これすごい。ツッコミどころが多かったっすね。ただ面白かったっす。いろんな意味で面白かった。これ100円でした。いや、いいね、こんな面白いのが100円で楽しめるなんて。皆さん良かったっすね。後ろで燃えてて、足膝立てないで。行儀悪い赤ちゃんだな。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。このゲームがめちゃめちゃ面白いと思ったら、ぜひね、高評価とチャンネル登録、そしてこのゲームがよくわからないっていう人はコメントで教えてください。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄に記載してあるんで、ぜひともプレイしてみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。